目の G1 制覇となりました。いやそうですね、本当にあの苦労してきた分本当に嬉しいですね。ありがとうございます。周りの人がねどんどん活躍していく中ちょっと情けない気持ちいたんですけど、まあ、諦めずにやってきてよかったですね。まあ、その時の調子もあるんですけど、やっぱ武田さんが今回前で走った方がやっぱ周りの選手は脅威だろうなと思って、まあ、自分が後ろ回ることを選択してお願いしたんですけど、何もそんなに考えてなかったんですけど、まあ、体が勝手に反応してやった感じですね。まあ、武田さんにあんだけ頑張ってもらって何もしないで後ろ回ってるわけにいかないので、最大限の援護ができたと思ってます。いやもうずっと低迷した時にいろいろ本当に諦めずにやってきたっていう気持ちだと思いますね。大宮から始まって全ていい形で噛み合ってきたので、もっともっと上を目指して活躍できるように頑張りたいと思います。